南海線軽電車、南海線軽電車、南海線軽電車は、1992年、平成4年に登場した、南海電気鉄道の一般車両、通勤軽電車の一系列である。形式名として、1987年に、初代線形が、全車廃車となって、以来、空番となっていた1000番台を割り当てられた。本校では、南馬法戦闘車の車両番号を、回、 フォーメーションイコール編成の略を編成名と指摘する。南海専用4扉通勤車である9000系の後継系列として、高野線大運転用2000系で導入された新技術を取り入れつつ、1994年の関西、新空港開業を見据えた南海グループ全体の新 CI 戦略に従う新しいデインを盛り込んだ南海本線、高野線の双方で、 共通運用可能なハイグレードな次世代汎用通勤車として設計され、1992年より合計76両が東急車両製造で製造された。本系列は心臓の動に機械を捉えて様々な改良が加えられ続けており、第1次車、第2から5次車、第6次車、50番台の3グループに大別される。2000系で初採用された。 有限要素法によって設計された20メートル休憩量構造ステンレス車体を採用するが、外反は歪みを避けるべく、板厚を増して、ビードを排した平滑な仕上げとなっている。車体断面は、第1次車は従来通り2744ミ、mm、リメートル幅であったが、第2次車以降は、南海空港線開業に伴う、車両限界の変更で、 すそしぼりが入った 2850mm 幅の大断面車体となった。窓配置は DD2D、2D2D1、D、乗務員扉、D、客用扉あるいは 1D2D2D2D1 で、戸袋窓のない幅 1300mm の両開き扉を備える。前頭部は工作の容易性などを考慮して2000系と同様、 FRP 製の円 o e を使用するが、平面的な構成であった2000系と異なり、上部が曲面を描いて交代し、貫通扉部も髪型が停車する、スピード感を強調したデザインとされている。全照灯と標識灯は、横並びで一体型のケースに収められたものが、全面左右の腰タブに組み込まれており、標識灯は LED を使用する。 全照灯は2018年3月より、高野線の線1階と南海本線の線4階を、はじめ一等式の白熱電球から二等式の LED 電球へ随時交換されている。南海では長らく、ライトグリーンとダークグリーンの塗色が一般的であったが、前述の通り内海グループ全体の新 CI 戦略展開に伴い、線形においてはブルーとオレンジのニューカラーが、 採用されたのが特徴である。この新カラースキームは、在来の9000系、8200系などのステンレス車や7100系、2万1000系などの構成車に対して適用され、高の線の特急、高野、4産万系と、廃車時期が迫っていた1521系と101、型を除く全車が、塗色変更された。なお、第1から個次車については、 大手私鉄としては初めて、また2017年に、K9000K17 次社が採用するまで、唯一であった塗装ステンレス車として、車体全体をグレーで塗装していたが、第6次社では、無塗装に変更されている。座席は従来通りロングシートを基本とするが、車端部のみは、ボックス式、クロスシートを設置しており、いずれも、新設計のバケットシートを採用して一人分ずつ。 区切っった構造の座席席ととされ、着席マナー向上を誘導するる。デザインとなっている当時、南海では特急車両も含め座席モケットの色は赤色を採用していたが、本系列と特急用の1万1000系から灰色に変更された。在来車においても更新編成を中心に後に同色に変更されたが、本系列の6次車以降、大半の車両が 紺色に近い色に再変更されている。2000系に続き、南海線の一般車としては1万10001系、後の初代1000系以来久々の採用となる、アクリル製系高等カバーが復活しているのも、目立たないが大きな特徴である。また、扉上部に、マップ型 LED 停車駅案内表示器及び、LED 情報案内表示器が千鳥設置されて、 いたが、第6次車で、マップ型 LED 停車駅案内表示機が廃止され、在来車も通常の紙製路線図で塞いでいる。さらに、第6次車では、座席端部へのスタンションポール設置と扉開閉時のドアチャイムの設置が実施されている。冷房装置は、冷凍能力14000キロカロリー、H の東芝プーマイナス4014を各社3機ずつ搭載する。ただし、 外観上は連続したクーラー機せを被せて一体化してある。全電動車がカゴ形参照交流誘導電動機を各4機ずつ、増加する。第1から5次車は三菱電機メガバイト -5046A を、第6次車は改良型の三菱電機メガバイト -5091A を採用する。駆動システムは WN ドライブ方式で、 t d カルダンドライブを採用した2000系とは異なる。波数比はいずれも99、14で、設計上時速 120km 運転可能な、性能を備える。第1から5次車までは、VVVF インバータ制御機の日立製作所、VFG HR1420 回を、各電動車に搭載する。この VFG HR1420 回は、 設計当時一般的であった、耐圧四千五百ボルト二千五百 a q g t o 素子をスイッチング素子として使用し、容量の関係上一制御器で四機の主電動機を制御する構成とされている。これに対し、第六次社では GTO に変えて、最新の二レベルイベット素子を使用する日立製作所、ベフィ i h r 千四百二十 g 三千三百ボルト 1200A に変更されて静粛性が大幅に向上し、また純電気ブレーキ使用が可能とされている。なお、本系列は1世代前の量産通勤者である9000系とも並結可能なよう、制御シーケンスの読み替え機能などが搭載されている。しかし、実際に営業運転で並結された実績はない。パンタグラフは、 1> 第1から5次車は従来同りした枠交差式の東洋電気製造 PT-4826AM を第6次車はシングルアーム式の東洋電気製造 PT-7144A をそれぞれ搭載する。全車とも軽量化を目的として住友金属工業製ボルスタレス台車を装着する。ただし形式は第次車と第から次車。 それに6次車で異なっており、第1.2次車は2枚の板羽根で軸箱を支持する、平行支持板式、SU 式の SS-127、電動車027、付随車を、第3から5次車は同じく平行支持板式、SU 式で、改良型の SS-127A、電動車 027A、付随車を、第6次車は、新開発のモノリンク式の SS-159、 電動車059、不随車を、それぞれ採用する。0線系の三菱電機 MBSR を基本と、しつつ、電動車の改正制動能力を有効活用する、遅れ込め方式を採用した、マッサ電気指令式電磁直通ブレーキが、採用されている。高野線への配置時には、三日市町駅橋本駅間での運用に、対応するため、 そもそも速ブレーキの機能を有効化する。概要は下記の通り、主に南海線、南海本線、空港線、和歌山港線に配置されている。8200系のリニューアル工事の間の車両不足対策のため、1004階と1034階は2013年4月から高野線に在籍していたが、2015年6月から南海線に復帰し、 同年9月末までに引退する7000系の一部を置き換えている。また、2014年7月には、約1週間ほど1005回も、高野線に在籍していた。本形式は、初期車の製造から20年以上が経過しており、それに合わせ近年増加する、空港線の需要に対応する接客設備の改善が必要となったため、 南海本線所属の1004階が2016年12月に千代田工場を入場しリニューアル工事が始まった。2017年5月にはこの工事が完了し、同年5月29日には営業運転に復帰した。2019年9月改造の1002階をもって6両編成全車両がリニューアル工事を終えていい。リニューアル内容は以下の通り。ただし、 VVVF 装置阻止のイベット VVVF への更新やシングルアームパンタグラフへの交換、ドア上の開閉用赤ランプの設置やドアチャイムとモードウェルの設置は行われていない。南海線には線0 1回、1003回から1010 10回の6両、編成9本1031回、1033回から1036回の2両、編成5本の計64両が 高野線には1002回の6両編成1本1032回の2両編成1本1051回の4両編成1本6次車の計2両が在籍する2018年5月時点本系列は2003年に本線高野線の朝ラッシュ時の8両編成の4号車に女性専用車が導入された時点では6両編成以下の編成での運転が基本であったため 導入対象外となっていた。本系列の8両蘇生での運用は、春行直後のみで、設定の対象外であったが、1007回のみ2010年1月から2月に一時的に8両、蘇生、和歌山市寄りに2連を並結で運用されたことから、この編成のみ4号車にあたる佐派線6 0 7番車に、ステッカーが貼り付けられている。その後、2018年5月に、高野線より、 転入復帰してきた1001回のサハ1601番車にもステッカーが貼り付けられており2018年6月には1001回も転入復帰後初めて8両編成運用に用いられたさらにその後他の6両編成にも同年末までにこのステッカーが各編成のサハ1601号車に重付されている導入時点では1001回と1002回の6両編成2本のみの 所属であったため本線所属者同様に設定の対象外となっていたが2005年のダイヤ改正で南海線から高野線へ1032回が再度転属して高野線に多い本系列による8両編成での運転が可能になったそのためまず1001編成のみナンバ4から4両目4号車にあたるサハ1601号車に設定された1 2回も 高野線所属であったがやや遅れての設定となった。これは同編成が当時専門学校の全面広告者であったためデザイン上女性専用車ステッカーを重複できなかったことによる。また前述の通り線1回はナンバパークス、線2回はミナピタのラッピングを施していた時期もあったが、こちらはいずれの広告も 自社関連の広告であったので、女性専用車ステッカーの調布には触りがなかった。前述の通り線1回は本線に転属している。なお、2018年に本線から転属された線5 1回は8両編成になる予定がないため女性専用車の設定がない。1007回を除く本線所属者も1003回から1005回は高の線に貸し出されていた時期があり、 その間は設定されていた。なお、現在はいずれも南海本線へ戻っている。統計列の6両編成の一部はラッピング電車として運用されている。2003年開業の南馬駅前大型商業施設、南馬パークスをイメージしたラッピングが、当時高野線所属の1001階、南海本線の1003階にそれぞれ施された。1001階は2010年2月、 1003回は2008年7月に一般塗装へ戻された。南海が扱うピタパサービス、ミナピタのラッピングが、高野線の1002回、南海本線の1010回10にそれぞれ施された。1002回は2013年3月、1010回10は2010年に一般塗装へ戻された。2009年2月から数年間、三崎公園の新イルカ館をイメージしたラッピングが、 南海本線の1 0 9階に施された。このサイト袋部外側に貼られていたステッカーは、他の編成にも施されていた。た、2019年7月9日に南海沿線に点在するモズ古墳軍がユネスコ世界文化遺産に登録されたことを記念し、大阪府堺市のモーズ古市古墳軍 PR キャラクターである、萩和課長と南海電鉄のタイアップキャラクター、 南海ハニワ駅長をモチーフにしたラッピングが南海本線の13階に施された。車両側面には PR メッセージ、堺の伝統産業や伝統文化である田の湯や和菓子、堺らハモ中染めわざらし、お香りなどをハニワ駅長が体験している姿のイラスト等が描かれている。7月20日には南馬駅で運行開始記念セレモニーが開催され、 南波三国河カ間のツアー団体列車として、ラッピング列車が、高野線を走行した。2007年12月から2009年7月中旬まで、南海本線の1 0 5階に施された。2005年頃、高野線の1 0 2階に施された。2019年3月から、ヤクルト公式キャラクターがデザインされた、側面ラッピングが、高野線の1 0 2階に施された。なお、 期間中に戦2回を対象とするリニューアル工事が、施行されたが、ラッピングは、現状維持となっている。六両編成の基本編成と二両編成の、増結編成を組み合わせて運用される。二両編成を2本組み合わせた4両編成も、存在するほか、試作要素の多い第6次車は、例外的にも破線51差破線851。 もう 1, 1 5 1区派1751の4両固定編成として製造されている。6両編成、4両編成、2両編成、6両編成は編成単独で全車一般席特急列車から普通車まで幅広く用いられ、2両編成は2組繋いだ4両編成で、普通車に8000系もしくは8300系と組んで6両編成で、 優等列車などに用いられる。なお、8両編成での運行は滅多に行われない。先日のリニューアル車のほか、2両編成も8000系、8300系と並結している場合は、全車一般席の特急各駅停車までの全種別において、車内自動放送を行う。1051回は、申請以来ほとんど編成単独の4両編成で、普通車に用いられてきていたが、 2005年10月頃からは2両編成と組む6両編成で運行されることが多くなった。これは、同年時点の南海線配置の2両編成が5本体制となっており、4両編成を組むと1編成余るためである。ただし、2両編成が検査などや、2008年3月以降は、8000系との並結運用に充当されていい、余らない場合は、 従来通り編成単独の4両編成で普通運用に充当されていた。しかし、8000系が出揃った2014年頃からは2両編成は、ほとんどが8000系との並結運用に充当されているため、南海線での運用晩年は単独運用がほとんどであった。戦術の通り、2018年5月には背に1回と入れ替わる形で高の線に転属している。なお、 八両編成での運用は本系列竣工直後と2010年1月から2月のわずかな期間に止まっている。その後2018年6月より約8年ぶりに八両編成の運用が再開したが、これもわずかな期間に止まっている。戦術の通り女性専用車は八両編成にしか設定されないので長らく運用のなかった。 南海線の本系列は基本的にその対象外となっているが2010年1月から2月の8両運用時に使用された1007回のみ4号車に当たるサハ1607番車に女性専用車ステッカーが重付されている2015年のステッカーデザイン変更後もサハ1607番車のみの貼り付けに変更はなかったその後二千十八年五月に転属してきた千一回の サハ1601号車にもステッカーが重複されているが、こちらはすでに高野線で8両運用に入っていたためこの時に高野線用のステッカーが重複され、転属時には南海線用のステッカーに貼り直されており、2018年6月に一時期8両を運用に用いられた。その他の6両編成にも同年末までにこのステッカーが 各編成の差波1601号車に重複されている。8000系や8300系と同様の性能を持つ12000系との並結も可能で試運転を行った実績もあるが、営業運転でサザンの一般席に使用された実績はない。第一次車登場時には、淡路道航路連絡急行、淡路号が運行されていたため、棚川線にも入線実績がある。 1003回と1033回が、申請配置先の高野線から南海線に転属した時期もあったため、在籍全編成が南海線での運用実績を持つこととなった。6両組成と2両組成を併結した8両編成で、快速急行、急行、区間急行、準急行、各駅停車、河内長野駅橋本駅間運転の一部列車、戦北高速線内のみ、 六両蘇生の編成単独、または四両蘇生、1051回と二両蘇生を、並結した六両編成で急行などの、優等列車から、各駅停車まで、高の線区間運転の特急系以外の、各列車種別に幅広く用いられる。四両編成は1031回が、南海本線へ転属するまで二両蘇生を2本、並結して運行されていたが、現在は四両蘇生。 1051回単独のみの運行である。二両蘇生は基本編成の増結専用となっている。また、六千番台系列で行われていた重量編成運転は、統計での実績はなかった。千北高速線にも乗り入れるが、20メートル級大型車両の入線ができない、橋本駅南には乗り入れない。また南海線からの転属時に3日市以内へ、 入選できるようにそもそも即ブレーなどの追加、または有効化が行われた。一時期二両蘇生の配置がなくなり、六両蘇生単独編成以外には使用されない時期もあったが、2005年2032回が南海戦から移籍して八両編成での運用が復活した。2009年6月から9月の間は6300。 計6314回が更新工事のため入場し、補充として本線所属の1003回が高野線に一時的に配置された間は、オリジナル塗装の8連も見られた当時1001回、1002回がラッピング車だったため、10月には6314回が更新工事を終え出場したため1003回は本線へ復帰した。その後、二両編成の千三十一回、 1033回、1034回6両編成の1003回、1004回の18両が、高の線に配属された時期があったが、本線所属者と異なり2両編成は、原則6両編成と8両を蘇生し、2編成並結の4両編成や3編成並結の6両、編成は行われていなかった。現在は本線に復帰している。戦術の通り、 2018年5月には1001回が本線に転属し、それと入れ替わる形で1051回が高野線に転属している。高野線、千木線では車内自動放送は実施されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。